小山神社は、富山県中に川郡立山町にある神社。旧称は、立山権現、小山権現。式内社、越中国一宮。旧社格は、国平商社で、現在は、神社本庁の別表神社。霊峰立山を神体とし、立山の神として、イザナギの神、天ね寺からおの神の二神を祀る。神仏集合の時代には、 仏教色の強い神社であり、立山修元の源であった。また、元明天皇や五代醐天皇の直眼書でもあった。峰本社、中宮の祈願伝、前立社団の三社をもって、小山神社とする。所在は、富山県中に川郡立山町足倉寺から、岩倉寺にかけた一帯、広くは、地獄谷や三田ヶ原を含む立山連邦全域である。 上司長荒谷にも立山末社の小さな小山神社がある。岩倉寺及び足倉寺の倉という文字には神様の降り立つ場所の意味がある。峰本社、祈願殿、前立社団の三社は三位一体の性格を持っているため、どの社殿に参拝してもご利益は同じとされている。これは山頂の峰本社には旧暦の7月から9月までしか参拝できない点。 および、祈願殿は、手法大山を正面にいただき回祖が晩年を過ごした、点、前立社団から、立山解散の話が始まるなど、三社が、おのおの独自に、立山信仰に深く位置づけられている点、加えて古くは、岩倉寺の前立社により、山頂の峰本社まで宮司が歩いて通ったと、伝えられることや今でも前立社団の宮司が、峰本社の宮司であることにも由来される。 現在の祭人は、以下の二柱。創建の年代は不詳である。社殿では、大宝元年に、慶光天皇の光栄であると伝承される、越中国の国師、佐伯宿根あり若の子、佐伯有りよりが白鷹に導かれて岩屈にいたり、我、徐瀬の主情を、救い藩がためこの山に現る。あるいは鷹となり、あるいは熊となり、何時をここに導きしは、 この霊山を開かせ、がためなりという小山大臣の神職を報じて、解散造営された霊山であると言われている。また、大宝三年に、釈教教が誕生したとも伝える。万葉集の末期十七には、越中国国史であった、大友やかもちによって、天平十八年四月二十七日読まれた、立山の譜が収録されている。聖史の記事によれば、 以下の二度、深海の少女を受けている。延長五年には、演技式新名庁により、勝者に、劣格された。日本の神々神社と、聖地八北陸では、南北朝時代の阿グイ、新東州や、日本画の子において、古中国一の宮とされていると紹介している。明治六年に剣者、昭和十五年に、国兵勝者に劣せられた。戦後は、 神社本庁が包括する別表神社となっている。立山は、古来より富士山、白山と並ぶ三霊山として全国各地から信仰されてきた。今では観光やスポーツ感覚の立山登山と言われるが、本来は立山に参拝するのが目的の立山東拝である。外洋神殿は1万延べ元年まで歴代の加賀藩主前田氏によって造営が、 行われていた。明治以降しばらく造営は途絶えていたが、平成8年7月、136年ぶりに、神殿の建て替えが行われている。峰本社は、小山山町にあって、陶器の参拝は、不可能なため、山麓の岩倉寺に前立社団を立てて、年中の書祭礼を行うようにしている。富山県市民族編によれば、 外して戦前までの村落共同体において、新川軍を中心とした在地の指定は、早ければ15歳の若者入り、遅くとも18歳の長江までに一種の通過儀礼として、立山東廃をすべきであるという風潮が成立していた。東廃しなかった者は、仲間内において何かと、そのことに関して攻撃の対象にされる雰囲気があったと言われる。ただし、 かつては、倒廃前に1ヶ月間接症を慎み、起伏があればその年の産経を見合わせるというような、精進決裁の段階が存在したので、倒廃を行わない事例も存在した。また、倒廃者はすべて新調した、白装束を用意し、弟であっても兄の使い古しは使用せず、杖一本に至るまで新調したと言われる。明治40年頃から、 服装の色や形式が自由になっていったとされるが、それまでは当廃者の服装といえば白装束であった。この習わしは学校登山の形で受け継がれ、富山県下には平成21年現在でも年間行事の一つとして立山登山を行う小学校がある。当廃者は途中の河原で石を1から3個拾っていき、峰本社の傍らに備え、 その前提にしいたが、富山県市民族編では、この集族は、立山と加賀の白山が背比べをしたとき、立山が、馬の靴の厚さだけ低かったので、立山を高くするために石を持っていくのだとする、里人の伝承を紹介している。しかし道書では、伊勢神宮の白石持ち神事を、新領民が行うこと、足倉寺若宮の湯庭に、 綺麗な瓦石が敷き詰められていること、朝日町で、お盆に正常な浜辺の石三個を、おけくといって、墓に備えることなどを例に挙げ、神とそれへの違いはあるものの、丸石に神が宿るとか、もっと別の呪力があるものとして、立山の神に捧げたものではないかと考察している。富山県市民族編によれば、当廃者が下山する際には赤い長旗を土産として、買ったり、 あるいは赤い長旗を立てて下山したという。平成21年現在、峰本社神殿前で、登山安全のご祈祷を受けると、立山頂上は小山神社の赤札が授与されるので、これを、白木の金号杖や、トレッキングポール、リュックサックにつけて下山する姿が見られる。境内の風景外洋中宮の祈願殿は、かつて中宮の寺と呼ばれた、神仏集合の施設。 足倉寺における立山信仰の拠点である。立山の主法、お山を正面にいただく位置にあり、海祖佐伯ありよりは、この地で晩年を過ごした。古来より、武将や、公家の信仰も厚く、おばあ様への献上品が奉納された。周辺に、宿坊や、女人救済のための行事を行う沼橋などがある。女人近世の盾山信仰において、立ち入ることができた。 最終地でもある。足倉寺の神徒は、一三階と呼ばれる、独自の組織を成していた。彼らは16世紀以降、諸国配殺旦那周りを行い、縦山の縁技図や縦山五王子、そして薬草や薬粉などを配置し、翌年に代金を受け取っていた。越中売薬の起源とも呼ばれる組織である。境内奥に、西本殿と東本殿がある。祈願殿は、 江戸時代までは大行道と呼ばれていた建物で、小山大臣をはじめとする立山山中36社の神が合祀されている。立山信仰に関するテーマパーク、県立立山博物館が隣接している。境内の風景概要前立社団は、平安初期に建てられた立山寺を前身とする神仏集合の施設。岩倉寺における立山信仰の拠点であった。海祖 最期ありよりが、立山権元の化身である白鷹によって導かれた、岩屈の正面に位置し、この地より、立山海山の伝説が始まった。武将や公家からの信仰も厚く古来より、立山権元への献上品はこちらに奉納された。立山に入山する者の身の穢れや罪を、湯立ての真事に手払い、道中の無事を祈願した。現在も周辺には、 宿坊や旧登山道、石仏などが点在する。宿坊には、縦山曼荼羅が現在でも残されており、全国の門徒に、立山信仰を広めた。また、脇を、日本一の暴れ川と称される上岸寺川が流れ、たびたび水害をもたらしたことから、現存の規模になっているが、この施設から流されたものが、ご神体になって作られた神社が、下流地域に、 いくつもあることから、昔は、今よりも大規模な施設であったと推測される。佐伯有頼が混流した、当時の建物は、すでに古文書の中にしかなく、現在残っているものは、源頼朝が修復、再建し、足利義財が修復したものが受け継がれている。そのためか神社の建物に、菊の紋章が入っていない珍しい神社でもある。 立山信仰の入り口に位置している特性上、本殿を挟んで両脇に鳥居と帝が存在する作りもこの前立社団の特徴の一つでもある。境内の風景保護多数、谷川県一編日本の神々神社と、聖地八北陸白水社1985年11月より、中世諸国一宮製の基礎的研究によれば、阿ぐ新島州に、 そもそも越中一宮おばたて山権限とサルスと記述されている。中世諸国一宮製研究会編、中世諸国一宮製の基礎的研究岩田書院2000年2月より、AB 富山県編、富山県市民族編、第5章進行834-839、P 富山県1973.3より、12歳の成人式から、 みんなで挑んだ、立山の頂。日本気候。では、富山市立堀川小学校が2009年7月27日から29日に行った、立山登山を紹介した。ありがとうございます。